い、皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は番宣です。はい、番宣と言いましても、私ですね、実は皆さん知らない人結構いらっしゃると思うんですけど、私2年前にザ・世界仰天ニュースのデブと呼びなさいで仰天チェンジの主役っていうんですかね、やらせていただいたんですけれども、そのなんと再放送が今週の10月11日日曜日3時5分から放送予定でございます。わーい。いや、本当にね、仰天ニュースに出た時からもうそんな経つんだと思って、監督と久しぶりにお話しさせていただいて、結構経ったねみたいな話をしてたんですけど、まさかこういう風に選んでいただいて再放送していただけることになるとは思わなかったので、すごい嬉しいです。で、 YouTube でもデブと呼びなさいで仰天チェンジって、デブと呼びなさいってやると皆さん見てくださっている方が結構いらっしゃるみたいで、出てくるんですけど、やっぱりテレビのものはテレビで見ていただきたいと思って、今回ちゃんとね、番宣させていただこうかなと思いました。ちゃんと監督からの許可も取っております。そうですね、詳しくはですね、またさっきも言ったんですけれども、10月11日日曜日3時5分から1時間の枠で放送されます。日テレです。日本テレビ4ちゃん、皆さん4ちゃん変えておいてください。で、録画も忘れないでしておいてください。よろしくお願いします。はい、もうすごい頑張って今番宣しました。はい、そして、私が出るのはですね、デブと呼びなさいで仰天チェンジというコーナーの山下智美ちゃん役で出演しております。今から実は今から15キロぐらい太ってる時に撮影してるので、ちょっと今の私とは違う私が見れると思います。なので、YouTube で、もう見た方も、テレビで実際に当時見た方も、また再放送を見て、アリス変わったなと、いい方か悪い方かはちょっとわからないんですけれども、アリス変わったなとこう思っていただいてね、見ていただけたらと思います。すごい日曜日のやっぱり午後って一番ね、奥様方だったりとか、ね、みんなお休みで、ティーンの子なんかお休みで見れる時間帯なんじゃないかなと思うので、皆さんよかったらというか見てください。はい、絶対見てください。これからもですね、演技とバラエティとかもこれから頑張っていけたらなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。皆さん見てくださいね。デブと呼びなさいで仰天チェンジ、すごく面白い内容になっておりますので、私のいろいろなちょっと表情を楽しんでいただけたらなと思います。それでは森崎アリスでした。バイバーイ。